第52回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメント、決勝は張栩名人本因坊王座対依田紀基五世の対局です。早速握っていただきましょう。握ってください。握りまして依田紀基五世の先番です。囲碁ファンの皆さん、こんにちは。1年間にわたって熱戦を繰り広げてまいりました NHK 杯テレビ囲碁トーナメント、いよいよ大詰め、今日が決勝戦です。今日対局のお二人をまずご紹介しましょう。 A ブロックを勝ち上がった張栩名人本因坊王座、台湾台北出身25歳、日本棋院東京本院所属、1994年14歳で入団、名人1期、本因坊2期、王座2期、 NHK 杯は4回出場して1回の優勝があります。 B ブロックを勝ち上がった依田紀基五世、北海道岩見沢市出身39歳、日本棋院東京本院所属、1980年14歳で入団、名人4期、10段2期、五世5期をはじめ数々のタイトルを手にしてきました。 NHK 杯は20回の出場で5回の優勝です。お二人の対局は去年の本因坊戦、名人戦の7番勝負に続く対決となりました。今日の解説は竹宮正樹九段、聞き手は青葉香里四段です。竹宮さん、よろしくお願いします。決勝でこの2人が対戦するのはもちろん初めてなんですけれども、ああ、どうご覧になりますか。まあ決勝戦でね、やっぱりなんか2人が出てきてみると、ああやっぱり2人が出てきたのかなというような気もしますけども、まあなんせ途中で1回負けたら終わりですからね、この棋戦は。やっぱりこれだけ決勝まで勝ち上がってくるというのはやっぱり2人ともね充実してますからね。まあどっちが勝つんでしょうね、今日はもう楽しみですけども、はい、青葉さんは1年間全対局をご覧になってきたわけですね、はい、今年の NHK 杯、そして2人の活躍ぶり、どんな風に見てますか。そうですね、ここまで48局ですが、今回やはり初出場の酒井秀幸七段と松本武久六段の活躍が本当に素晴らしかったと思います。女流棋士の方はちょっと残念ながら一回戦敗退という残念な結果だったんです。それでですね、やはりお二人はその全棋士の中でも強さが際立ってたと思うんです。張栩名人は名人戦の最中に出場されて、初めちょっと半目勝負という際どい戦いですが、もうその後危なげない勝ち方ですし、依田五世はもう何と言っても迫力が素晴らしいので、今回の決勝戦も本当に楽しみにしております。はい、熱戦を期待しましょう。では二人は解説の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。 NHK 杯は今年で52回を数えます。これまでの歴代の優勝者をご紹介しましょう。第1回は昭和28年8人制でスタートしましたラジオ対局でした。テレビになったのは第10期昭和37年です。30年代は坂田さん、そして40年代になりますと大竹さん、林さんと、いずれもその時代のトップ棋士が名を連ねています。昭和56年第29回から現在と同じ50人制になりました。依田さんの初優勝は平成3年第38回、平成10年からは3連覇も達成しています。張さんは3年前22歳で初優勝をしました。さあ、第52回の NHK 杯を手にするのはどちらでしょうか。対局の準備も整ったようです。それではよろしくお願いします。握りまして依田紀基五世の先番に決まりました。小宮6目半、持ち時間はなく初手から1手30秒で打っていただきます。ただし途中1分単位で合計10回の考慮時間がございます。それではお願いいたします。
10秒。黒16の4、右上隅星。黒10秒。白4の4、左上隅星。10秒。黒17の15、右下隅目外し。10秒。それでは竹宮九段、早速解説の方をお願いいたします。20秒。星で星に左上星。25秒。はい、目外しでしょうか。28秒。与田五世、今回は白15の目外し、大高目など奇抜な手が多かったんです。ですね、はいはい。10秒。もう昨年は本因坊戦、名人戦の七番勝負がこの2人で戦われたということで、両方結局黒16の17、チョークが七番勝負をね制したわけですけどもね。はい。10秒。まあ内容的には江田君のが押してたような感じもあるんですけども。あ、そうですか。あれですね、白15の17、やはりなんていうか、その終盤のね、はい、粘りっていうか、10秒、ね、やはりその張名人は黒16の18、かつ勝ち方が冷静といいますか、その何か一度勝負が見え始めたら10秒がっちり勝ち切るというイメージがありますが、いかがですか。なんて言うんでしょうか、ものすごく早いんですよね、その、はい、勝負感っていうか、そういうのがすごくいいんですよね。勝負感ですか。与田君もそうなんですけどね、はい、左下隅小目、こう数字に出てくるようなね、こう具体的にね、そういうような10秒感じ受けますよね、張君の場合はね。はい、20秒。珍しい布石になりましたけどね。はい、今回与田五世はなんていうか、もう序盤から一気にこう決めてしまうような11の17、迫力のある戦い方が印象的でしたが、そうね、これはなんていうか非常に10秒、はい、本当に珍しい展開ですよね、これ。あ、そうですか。こちらに、まあ、そうですね、かかっていってから20秒、そうですね、まあ向かっても珍しいんですけど、はい、こうやってこちらに白15の14、そしてはい、ハサミに一間飛びですね。10秒、まあ、この辺は白もね、はい、まあ二間に飛ぶでももちろんあるんでしょうけども、はい、20秒、まあ、これですとどうでしょうね、こういうふうに受けたくなりますか。あ、こうしっかりしますか。16の15決めていますね。このつなぎはまだですか。ここはもうつなぐ位置でしょうか。まあこういう飛ぶような手もこちらは、ありますけども、まあ次は最も普通ですよね。はい、はい、白15の15、次。いやー、これいよいよ決勝戦でね、10秒、はい、なんか解説しててもなんかあれですね、こう黒ちょっと緊張感がありますよね。今回のお二人というのは本当に迫力がありますね、うん、そう、まあ10秒、今チョークにつってますけども、はい、まあすごいね、細身というかね、ガッチリしてますけども、だからその25秒、江戸黒は手つきもね、
すごい迫力があるっていうか、はい、17-13 チョークのはそういう意味ではそれほど迫力は感じないんですけども、なんていうのかな、こう10秒すごい違った意味でね、打ってるとこう迫力があるんですよね。あ、そうですか、うん、すごい、なんていうんでしょうかね、20秒このなんか目の目つきというかすごく鋭い状態で、うん、そうそう、それはありますね。すごくなんかの気合いのこもった表情をされるんですが、28秒やっぱり番に対してみないとね、私じゃあ1回目の考慮時間に入りました。分からない、残り9分です、あれかもしれないんですけど。そして、はい、これまでの勝ち上がりを確認してみましょうか。与田五世は1回戦シードですね。そして2回戦で張竜七段、3回戦で石田芳雄九段、準々決勝で松本武久六段、準決勝で趙治勲25世本因坊を下しての決勝進出です。そして趙雨名人本因坊は1回戦シード、2回戦で長谷川素直九段、3回戦は不戦勝です。そして準々決勝で結城聡九段、準決勝で淡路修造九段を下しての決勝進出です。55秒。本当ね、あの展示会っていうのは途中で、ね、負けたら終わりですからね、本当に。引き続き2回目の考慮時間なんですよね、これ。残り8分です。はい、2人とも1回戦シードで2回戦から打たれたんですが、2回戦を打たれたのが、まあ、9月で名人戦の真っ最中でした。うん、あ、そうか、2人が、ね、まあ、交流者はですか、15歳ぐらい年が違うのかな。そうですね、与田五世が39歳で趙雨名人が25歳ですね。うん、僕と与田が15ぐらい違うのかな。あ、そうですか、そんな感じかな。ちょうど、いかがですか、その年下の相手というのは。いや、やっぱり年下の人とやるのはやりにくいってことがありますよね。まあ、チョークの場合は僕の息子よりまだ年下だし。そうですね。58ピアノ。まあ、15ぐらいだとね。3回目の考慮時間に入りました。残り7分です。そんな思いないかもしれないですけどね。うん、やはり息子さんとちょっとはどうかなとか、なんか、ね、また違った心情がありますか。ね、まあ今ね、ここまでの局面になりましたけども、はい、うん、まあ、いわゆる、何ですか、ゆっくりした碁ということですよね。はい、先生、ここの間桂馬ですが、はい、出切りは心配ではないですか。あ、これね、あ、出切りね、はい、これは非常に素朴な手でね、はい、まあおそらく絶対こう打たないですよね。というのはここの形がいわゆる三角になっちゃって、はい、形が悪いんですよね。黒3-15かかり。さあ、ここら辺からね、はい、もうすでにハサミがあるような形ですね。そうですね、ここはなんかどうでしょうね、見た目にはなんかこちら方面に行きたいですけどね。第一感こちらはもう手抜きなんですか。そうです、あ、こうですね、やはり17-6かかり。まあ、ここに行くのが一番目につくっていうんでしょうかね。はい、うん、まあ10秒この手に対してね、こちらをなんか受けるっていうのは、まあ、いわゆるなんて言うんでしょうか、センスが悪いっていうんでしょうかね。あ、センスが悪いでしょ。もうここにも待ってますからね、ここはもう手抜くという感覚なんですね。黒16-9。こちらが硬いからあまり打ちたくないということなんですか。そうですね、もうここにもう2ついますから、もう1個だけですとね、10秒かけられると辛いんですけども、はい、ここにもう硬く打ってますから、かけられても別にこっちで生きてればっていうことだね。20秒、ね、そんなに、はい、これに対してこうですね、うん、これは、はい、25秒契約の一手か、まあ28秒、はあ、白15-18。なんだか気合を感じますね。うん、この辺面白いですね、この辺の一手は、はい、10秒相当火花が散ってるところです。今チョークが与田顔ちょっと上目遣いにいましたけどね。あ、ここはもうちょっとね、実は
ちょっとした勝負どころ25秒、ね、もう勝負どころですか。黒が素直にね28秒、はい、与田五世4回目の考慮時間になりました。ちょっとねこれ6分です。ちょっとまあここに手入れてれば硬いんですけども非常に、はい、今打ち込んだ瞬間のタイミングですからね、まあ、この手でねこのかかりでこう押さえれば、なんかこうこれでも難しいんですけどね打ち方、まあ、こういってここに来た瞬間ですから余計ちょっと黒プレッシャーこれほっときますとねやっぱりどうでしょう、まあ、結局こういう格好になってここに2の2が消すになるんですよね。でもこういついでこうなってくると部分的には目がない40秒はわれてねこれは死に学校になってるんですよね。これは死にですか。そうですねほとんど死にですね、うん、そうですか、はい、ですから打って入れるんですけどねうーん素直にこういう風に入れるのがちょっと今々しいんで今ちょっと55秒うん難しいところですね58秒あそうですねですから黒17の11、うんまあ、こういうことではいさあ今度はちょっと10秒これは白は何か受け方が難しいですか。ここはこれね微妙ですね20秒、まあ、黒を今ね挟んだ手は25秒はいただ生きるのでは28秒今ねちょっと超名人本因坊王座1回目の考慮時間に入りました。残り9分です。ここで1回目の考慮時間ですね、うん、今ねツー君がちょっと笑ったっていうかまあこれ黒くこういう感じなんですよ。はいここで今すぐこうさっきの手をやっていくのは白もちょっと怖いんですよね。あと、ただもうこういうふうな形で例えば渡りますよね。こういうふうに渡った時にここにつければいつでもちょっと連絡無理なのですね。これはもう単純に、まあそうですね、結構、はい用心連絡してく、はい、脱出できますからね。ですからこれに対してその脱出を一回どう止めるかっていうこともあって50秒まあ植え付けるとかね55秒あ、行きましたね白16の16これはね黒17の16ということはもう何かやっていくということですか。そうですねやっぱり置いていく10秒ではちょっと悪手になる可能性もあるんでどうするんでしょう。ちょっとあその出が悪手になるというのは白ダメを詰めたからでしょうか。ダメを詰めたので25秒2のに置くんですかやっぱり、うん、白18の18ちょっとちらっと表情を見ましたよね。はいこれはねうん、10秒、まあ、この場合かけつぐんでしょうかね。つなぎにくいですよね。あどうしてつなぎにくいんですか。20秒つなぎにくいんですけどもね、うん、やっぱりかけついたでしょ黒18の17この場合こうかけつぐ方があのいい、ね、黒は単につなぐと後手ですが、うん、これかけついた方が先手を取れるというような うんていうかそうですねあのこの方がもう一手打った時にねいいんですよね。隅を続けてもう一手白がそっちをなんかね止めた時にもう一手打った時に、はいまあ、これ打たれたとしても25秒この当たりを止めた時にもう一手打った時にすごくいいんですよね。白16の11つけあつけですねここで白ははい、はいはい、うんこういうつけるこのままこういうふうにつけるよりもこの方が形がいいんですよね。黒軽やかですね。そうですね。うん、なかなかちょっと。はい。10秒。これも最初からやはりこう遮っていくんですか。そうですね。あの押さえるとこう跳ねられちゃいますからね。はい。こう伸びるとか下がる。下がり20秒。まあ25秒。こうですかね。この辺でも28秒火花が散ってるとこですよね。超名人2回目の考慮時間に入りました、はい、残り8分です。白も微妙なタイミングで打ったんですけどもね。対戦成績は超名人の13勝6敗となっていますね。もう与田君が負け越してる棋士は
多分あんまりないと思うんですけどね。昨年のその七番勝負も、はい、結局その 4-2 のスコアで両方とも超名人本因坊という結果になってますか。そうね、うん、そう両方やられてますから、矢野君としてはちょっとこのままじゃねっていうところあると思うし、40秒まあ内容的には負けてないと思ってるでしょうしね、あの何でしょうね、50秒その相性のようなものがあるんでしょうか。相性というかマジオがそれだけあの素晴らしかったということになるんですけども、白16-13なんて言うんでしょう、やっぱりあの野田君もそうですけども、千葉君のものすごい集中力がありますよね。10秒その対局中のその近寄りがたい雰囲気というのは本当にお二人とも感じますが、20秒あここで目を持って生きる格好がいいのかな。25秒それも決めちゃいますか。あれあれ石が飛び飛んじゃいました。18-13はてそこまで10秒決めますか。これは隅を生きる前に全部聞かしてしまおうということですか。なるほどそうか。20秒全部決めてからね。25秒白18-14微妙だったんでしょうけども、まあこれ跳ねた以上は詰めるんですけどね。はい黒18-12次まあそうですね、これ繋がしてからどの行きんだろう。これ10秒これは普通なのかな。でも、白17-14ここまで聞かすのはいかがですか。聞かす手もあるんですよね。どうなんでしょうね。こうかな。10秒微妙ですね。これ打った方がいいかどうか難しいですね。20秒やっぱ対局者ちょっと迷うんじゃないかな。ここは25秒そうですか。微妙なんですよね。28秒あこういうところで 2、3目違ってしまったり、いろいろなんです、いろいろ微妙なことがあって、はい、こちらの隅ですが、そうですね、まあ単にこう打ってもこの下がりが飛ばれると目がないですね。こちらの白飛びで、そうですね、ここに飛ばれると目がない、まあ、こっちの具合あるけど、まあはい、いずれにしてもこっちが効いてくるんですね、まあ、こっちの具合なんですけど、まあ多分でしょうかね。いやでもこれ押さえた時からね、はい、あの黙っていきずにこっちから反発して40秒これだけ決めて、はい、黒は手を戻すっていうことになるんですけども、一応微妙ですけどね、よピックルも良かったかどうかっていう微妙なんですけど、一応聞かせていただいて、そうですね、逆にこっから迫ったっていうのはあの、うん、58秒流れというか、与田五世引き続き6回目の考慮時間に入りました。残り4分です。まあ今考えているポーズ、はい、与田五世はこれまで優勝5回と、20回の出場で5回というのは素晴らしい成績ですよね。考えられないぐらいすごいですね。これがもう勝ち抜き戦ですからね、一局一局のね、はい、ずっと勝ち続ける。黒17-18受け、はい、ね、まあそうですね、これでどちらこちらですか。まあやっぱりここに出られるとね、一目取られちゃいますから、まあ、こう継ぐ、はい、のが、まあ、第一感ですよね。20秒あそうですか、はい、継ぎました、そこは継がないと始まらないですね。16-12これ継がれた時に10秒黒がねどう受けるか。そうですね、こうしてみますと、はい、なんだか黒も心配ですね。そうですね、ここはなんか
20秒。難しい。肩ぐらいにかかってある石ね。25秒。はい、肩に28秒。黒が挟んだはずなのに、なんだか白が攻めている感じですね。うん、そうですね。この辺り、まあ、ここ跳ね出し法とかあるんで、はい、まあ、ここをこういうふうに打っても非常に素直なんですけど、これですとね、ここに覗かれて、まあ、こういうような形に、まあ、なると、ちょっとね、なんとなくこれが見えてるだけにちょっとぶつかりにくいっていうことがあって、はい、でこれもなんかちょっと頼りない形だし、ここなんだか相手、これは嫌ですか？まだね、ここに出すという起きれませんからね、下がられてしまう、はい、40秒ということで、こうなってこう次になるという形で、ちょっといまいましいかなっていうことがあって、はい、黒もちょっとここなぎのとこなんですよね。50秒かだから一層もこっち行っちゃおうかなということもあるんですけども、55秒。あ、黒17の9、一応バッチリと、うん、はい、10秒。これはまあ一見に白も飛び出していくことになるんですかね、かかってるしからね、うん、20秒。ここで三々に変わるような手は絶対打たないですね。25秒、はい、なんて打ったりしてね。はい、うん、そうそう、まあ、白14の3、両掛かりですね。三々はどうしていけないんですか。三々はこれね、はい、これはもうこっちから押さえられて10秒。まあ、この例の定石に20秒、黒14の4、こうなるんですけども、はい、これはですね、黒がもうすごい楽にしちゃうんですよね。はい、10秒で白だけなんか弱くなってしまうということで、この石がもう強くなってしまったんですね。だからこれ、この変化は20秒。白13の4、はい、黒14の5、伸びで両掛かりに上の方に突く、ね、そうですね。まあこの掛かりでね、飛んでこうやって帽子にするっていうのもすごく目に浮かつく手なんですけどね、ここが止まればもう白勝ちですから。20秒。そうです、はい、そうですか、このラインですか。そうそう、止まればもういいんですけど、反発がやっぱり嫌だったのかな、なんか、うん、こういうの自然な手なんですよね。白17の3、黒15の3、ここで三々ですね。でこうですね。この場合はやはりこちらは甘いですか。あ、これね、これはいわゆるちょっと置き子定石っていうのかな、はい、あの座敷の定石っていうのか、こうなりましてね。これはちょっと白17の4、ここにひまがってる形が13の3、まずいんですよね。うん、行って遊んでいるんですね。そうですね、こうなってないと、まあこれじゃ良すぎるんですけども、ちょっとこれは少し形が悪いんですよね。はい、働きが悪い。10秒。なかなかプロの碁で今の定石はないんですか、ね、よっぽどじゃないと。でこうです、うん、で9ですね。20秒。さあ次の一手は25秒。28秒。うん、白3の10。この張名人は難しい局面で決断が早いと言われますよね、はい、うん、そうですね、思い切りがいいですよね。10秒。いや、碁っていうのは今白が打った手でもそうですけど、もしこの局面どう打つかっていう時にね、まあ いろんな手がありそうなんですけども、25秒。またみんな28秒、一長一短っていうかね、8回目の考慮時間に入りました。なんですけども、はい、まあ一番センスが出るとこなんですけどね、碁のね、まあこの局面ね、こちらの、まあ、すごく、まあ、手堅い人だったらね、こう例えばこういう風に打って、こういう風に打って、はい、こんな風にね、黒もこっちに開くとか、こういう展開であればまあ硬いんですけども、面白くないんですよね、もうこう開かれてるしね、ですからまあこちらの方面に行きたいんですけども、あんまり近くに行くと
部分的にこういう手が約束されてますからね、こういうふうに、はい、まあこうか、まあ、このような形で約束されてますから、あんまりこっち近くやりたくないんですよね。厚みに近寄っていることになってしまいますね。ですからこういった、はい、でこういうと黒はなんかこっちに行きたくなるような感じも、そうですね、実戦も、実戦もでもこうですか、黒6の16、これはね、こちらと堂々たる手で、堂々たる手なんですけども、もしかするとぬるいぬるい、ぬるい手になるかも。10秒、まあ手厚い手ですよね、黒を今かけた手はね、はい、まあうん、難しいところですよね。20秒、25秒、うん、こうなりましたね。黒7の16、うんうん、これはしかし何ていうか一番堂々たる10秒手と言いますかね。はい、なんだかあの厚み派の竹宮九段がそのぬるいというか熱いとおっしゃる、ちょっとあの硬すぎるかなって言うぐらい、そうなのかなとちょっと私たちも私も思ってしまうのですが、10秒、そうですね、これはこの後はうーん、黒6の3かかり、まあどっちを持つかしたいかっていうと、どっちもあんまり持ちたくないんですけどね、うん、あ、そうなんですか、どちらも持ちたくないですか。そうですね、20秒、細かくなりそうなことはね、あの25秒、わかるんですけども、あんまり黒もね、あんまりうーん嬉しいような碁形ではないんですよね、それほどね、うん、あ、黒の碁形ですか、はい、まあ6目半込みっていうこともあるんですけども、20秒、黒16の2、あの今コスミですが、ここで2線のコスミですか、うん、そうですね、まあ、これ手は抜きにくいんですよね、白は、はい、でここがね、この筋がないのがね、白の自慢なんですよね、白18でこう押さえて、はい、黒ここにいればいいんですけどね、ここにいるんでこう切る手がないですからね、来た時にこう伸びらしてこれ攻め負けてますからね、はい、ですから覗く筋がないのが白の地盤なんですよね。ここで挟みつけというのは あるんですけど、あ、ってこれで渡れるんですけど、これでちょっと寂しいんですよね、20秒、寂しいですか、25秒、あ、こういきましたか、なるほど、白17の2、これ一本ってね、なるほど、これなんか決め手がはっきりしてますね、あ、先ほどの渡りの筋がないからね、これだと完璧、うん、あ、そうなんですね、まあ黒としてはね、はい、なんか右下の白石の一帯がありますよね、これに後で25秒こう迫っていく手が狙えるといいんですけどね、ヨダゴセ9回目の考慮してもらいました、はい、右下の白は厚みのようにも見えます、ね、そうそうそう、厚みになるか、こう少し寄りつけるかどうかっていうのが一つのね、うん、もうヨダゴセは残り1分ですね、うん、今回、うん、あの黒番か白番かというのもちょっと興味深いところでして、うん、そうですね、張栩名人は黒番の勝率が素晴らしくて8割を超えてるんです。うん、白番は6割9分ほどですね。あ、そうですか、まあ40秒、おそらく今張君は黒少し3、はい、この後はまあ手応えを感じられてますか。そうですね、悪くないかなという感触を持ってるかもしれませんけどね、今3歳いたでは、うん、なるほど、20秒、
なるほどですかね。25秒。白4の3、黒4の2、羽、うん、黒は三々に入ったというのは10秒、地合いの問題ですか。そうです、この場合ね、いい作戦のような感じがしますよね。ここで白を外から押さえるか内から押さえるかちょっと迷うぐらいのところなので。25秒。あ、この局面でしょうか。白5の2、こうなるんでしょうか。黒3の2、次これは10秒。これから行っていって、これなんか難しい局面になりますね。20秒。さあ、ここですね。白5の3、次黒2の5。上辺は両側で定石ができたような。そうですね、まあ、ここでここにいますからね。10秒。ここにこう止めたいんですけどね。こちらで白、はいはい、7の6ですね。黒3の5。これはこちらつなぎでしょうか。そうですね、白3の6、次ここで押さえ込みに黒6の2。ここはやはり下がりか跳ねたいですか。そうですね、どっちでしょうかね。10秒。跳ねたいですけども、よく定石の本などだと押さえ込まれたら跳ねましょうというような。あ、そうなのかな。ことが、あ、本当、先手を、まあ、関係ないですよね。取れるような。あ、白3の4ですか。黒2の4。出たね。出たということは、出たということは、はい、10秒下がるのかな。下がりかな。20秒。なんかダメが詰まったんで。あ、すげえ。白4の5。あ、これ渡りになりますが、あ、珍しいですね。黒5の1。おお。これは初めて見ましたね。私も初めてです。うん、この渡りを止めないという今出て。そう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 。つなぎですね。いよいよ面白いですが、ね、手厚い、まあ、黒も一応連絡ですよね。はい、はい、まあ、黒も不満ないのかな。一応なれば、あの地に辛い、はい、あの雰囲気ですか。白9の3。あ、これからですか。これは独特の感覚、黒6の5ですね、はい、この辺の感覚は独特ですね。10秒。独特、あの珍しい、あの白ね、白の、まあ、僕にはちょっと気がつかない発想なんですけどね。あ、そうですか。これは白は先手を取って上辺に打ち込もうということで打たれたんでしょうか。そうですね。白12の3、黒14の2、一目取り。ジャプゴっていろんな考え方があるんですね。10秒。はい、まあ今ね、ここ僕だったらこう高くこう入ったでね、はい、まあ打つ時はここぐらいしか、なんていうんですかね、思いつかないんですけどね。こう低く変える28秒というのは白8の5。ああ、こうですか、これはこの黒がまだね、こう跳ねられるとまあ、繋ぎますね。10秒。この形でまだもう一手黒が打てば生きるんですけどね、白に打たれても眼がないということを言ってるわけですよね。あ、この全体の黒に狙いをつけているんですか。だからいや、すごい黒6の7飛び、面白い方ですけども、どうなんでしょうか。はい、一見飛びです。いや、だから5っていうのはいろんな考え方っていうか打ち方っていうかあるんですね。まあ本当に無限の世界ということで、はい、今あれですよね、
韓国ではよく話題になりますけど、韓国の話がね話題になるけど、韓国であの囲碁塾っていうんですか、あの、まあ、塾ですよね、あの子供たちの、はい、囲碁塾が、まあ、だいぶ前での話ですけど、ソウル市内で1000カ所あるって言われてて、すごいですよね。1000カ所で1カ所に100人ずつでも10万人ですか、でそれはまあ超満員らしいから、まあ、日本では28ピア囲碁塾、まあ最後の考慮時間に入りました。菊池さんがやってるね、緑星学園っていうのが、まあ、そういうような感じでしょうか、でもほとんどないと言ってもいいぐらいのあれですからね。そうですね、その囲碁塾というと、囲碁教室よりもっとちょっと厳しい雰囲気、そうですね、なんでしょうか。でその囲碁塾は日本ではまだまだですけど、韓国ではね、あの幼稚園とかもそのぐらいになったら、あのお母さん方が要するに英才教育というか、あの、あの別にこのプロにするわけじゃないんですけどね、あの頭脳を鍛えるっていうんでしょうか、あの40秒そういう意味でみんな入れるらしいんですよね。あ、そうですか。ですから別にプロとかじゃなくて、でまあ大きくなったらやめちゃうとかそういう子もいるし、50秒、まあ、特別才能があればプロになる方になるっていうね。3の16、やはりこの囲碁をやると頭のこの体操というか運動にちょうど、うん、そうですね、いいと言われますよね。そう、まあ、最近よくあの10秒白3の17、右脳の教育とかね、よくなんかテレビでもよく最近よく見ますけども、あの本当碁は本当に右脳の発達っていうかに、まあ、最適かもしれないですよね。あ、囲碁はその数だとつい左側の計算かなと思ってしまいますが、右脳のそのセンスやその感覚というのが大事ですか。多分そうだと思います。28秒あの白18の19、ここで下がりですね、右下隅、はい、これは何、まあこれ押さえますけども、はい、ここで桂馬でも生きているのでしょうか。これ生きてますね、これは押さえていきでしょうか、うん、あ、そうですね。でここ下がりとかね、この小筋とかも刺すという意味があるんですよね、はい、当たりが効くので。黒18の15、なるほど、ここでこうですか、なるほど。これ何をなるほどかって言ったかというと、はい、こう下がったらこう跳ねてしまうという、これは抑え、そうですね、20秒ね、これで生きてるんですよ。はい、これで生きてるとまた切りができるから、これ白後手引いちゃいますよね。黒大変ですね。ああ、だから先手のところで後手になってしまったら、だからあのこの時に下がれないんですね。全部下がれないというかこっちになったんですね。でこういう風になっちゃうと、はい、ああ微妙ですね。これ微妙なとこだったね。押さえれば生きてるんですけど、押さえるとこう下がりとかこういう手が効いてくるのが嫌だということでね。25秒、様子聞いたんですね。28秒、白1の5、ね、黒1の3、こちら あの左上に羽ですね、はい、あ、かけ継ぎですか。羽ねてかけ継ぎ、かけ継ぎはちょっと意外になってですね、ガチッと継ぐ方がガチッと継ぐ方が、はい、あ、そうでもないか、うん、20秒、あ、そうでもないですね、いいんですねこれで、うん、こんな方がすっか。25秒、28秒、白3の12、これはですね、はい、10秒、まあ感じとしてはなんか白持ちたいような合計でしょうかね。20秒、1、2、そうですか、白が4の8しましてますか。これはですね、はい、地合いがね、10秒、白は1、2、3、4箇所ありますね、で黒はまあ20秒、2箇所、まあ3箇所4箇所ですけど、あまりこう25秒、大きな感じではない、ちなみにちょっと平べったいというか薄べったいというか、あのスペース的にちょっと
まあ、白も大した地ではないんですけど、お互いに大したことないんですけども、はい、うーん、でも黒は見るからに小さい。そうですね、ですからこれにね、まあ多分将来こんなことで20秒1、2、3、このなんて言うんでしょうか、この辺のね、まあ一人出ちゃうとなんだけども、この辺をねバーってこう大きくするような感じがないと、あの10秒このまま普通に囲い合っていたのでは黒足りないでしょうか。ちょっと大変な気配ですよね。20秒はい、はい、白8の3ちょっとあれかな、あのジョー君の方が立ち回ってるような10秒感じですけどね。黒9の2、はい、さしかしですね、なるほどね、これなかなか10秒さあどうするんでしょう、ここ20秒次の一手注目ですね。あ、押さえですか、普通でしたね。白10の2、ここで何か変化手順があったんですか。これそう、多分黒はここにこう10秒来るんでしょうね、多分次の一手は。はい、違うかな、こちら切りが狙われているので何か受けですね。いやでも一歩つがれるかな、20秒まあでもこうとかこうとかいかないと4、5、6、7。あ、それは冷静というか、なるほど、まあそこぶつかって切る手があったんですけども、10秒これは一手打ちますね、あのなんていうか上辺に桂馬ぐらいに、はい、この上辺は今黒から打って後手を引いてしまったんですか。そうですね、25秒、まあ、桂馬か28秒ゲームが、そうそうね、白11の6、打たれると、まあこの手ね、はい、まあ、これはちょっと強引すぎるかもしれませんけどね、まあ、こうとこうとかこの辺に行けない、石が行けないと、まあここにこうやってこう切ってくる手がありますからね。20秒それを嫌ったんですけども、それは向かい打って5打ちたかったんですけどね。黒3の1備えられると、ここがちょっと少しふっくらした感じで、白2の8、実戦は今こちらと出て押さえですね、はい、この辺かにふっくらした手でね、10秒ここに少しなんか5、6目が地がつくような展開になると、うまくこうなんかくつろがれちゃうと、20秒1、黒としても攻撃目標がないですね。嫌な気配ですよ。黒9の5つです。あ、これはすごい手ですけども、はい、勝負手ですね。勝負手でしょうか、はい、これは押さえは、素直にそういくと、まあこうなってでしょうか、伸びてつなぎですか、20秒はい切りますね。でこういう風に絞られて25秒一点に白が負けになっちゃうんでしょうか28秒正面、綺麗に正面実際ですね、まあ、ね、まあ、これ7分です。ここはね、あの取られちゃいますので、これちょっと嫌なんですよね、このこういう形は、ですから一回ここに先にこう膨らみを入れますかね。これはつなぎでしょうか。つなぎですと、こうなって、これは逆に黒が取られてしまうね。今度こういってもこういってこう切った時に、まあこういうふうになって、これは取られてるんだよね、黒が、はい、この割り込みをこれです消されてますからね、はい、ですからここでこういうふうにいく、40秒かな、こちらの時に、まあ、つなげないということなんですよね。変化にまた出るんでしょうけども、50秒どう変化です、こうなるんでしょうかね、まあ、微妙なところですね、まあ、これ勝負手ですね。58秒ああそういきました、白7の4何やってんだろうという声が聞きましたけど、ええー。
与田五世ももう考慮時間がないので苦しいですね。うん、これはもう変化するしかないですね。うん、黒10の5並びです、うん、これは切りを狙っているんですか。これは10秒切りを狙っているんですね。いやこれ微妙ですよね。20秒はい。25秒。こう3線に切り込まれますからね。張明神4回目の考慮時間入りました。残り6分です。張明神はまだかなり時間を残されている。これね、まあ、ここにねもうノータイムで来たんですけど、こう切られる筋がちょっとありましてね、はい、まあ、こういくと切り切って取るとこう切られてね、これ逆に白がハマりの図になっちゃうんですよね。つなぐとこう切られて、これはなんか白がめちゃくちゃなっちゃうんですよね。ですからそこ出たいんですけども、切りがあるのでやっぱりそこを切らせないように、まあ、こうつなぐっていうのが一番堅い手ですよね。そうなると黒もそうですね。でこうなるとここに行く手を先手で防いで出ますからね、でこれでこういうふうに来られて多分しっかり捉えてますよね。この形は50秒にもか動けないんですね。そうですね。ですから、まあ、白はまあガッチリすぐ、まあ、55秒、まあね、次いました。そう、ジュノさん。つがれた時にね、だから、あ、黒6の4。はあ、合計まで取られますね。黒もこの2目を取られてしまっていて、ジビア、いやこれはちょっと辛いでしょうか。ルチオ君ちょっとっていうような感じ。20秒。っていう感じですね。なんだかそんな雰囲気ですね。これ啓蒙で25秒白9の7。これはねちょっと、ちょっと10秒。これでぽっくり取られては痛いですよ。はい、20秒1、ちょっと2、3、4、5、6。黒12の4。これはね、これちょっと思いもかけない。この黒の方に少し白11の4、判断ミスといったら、そうですね、これは明らかに間違えちゃったんですね。間違いでしょうか。10秒これは黒13の5、まあ、取られちゃったんですね。これはやっぱりひどいですよ。2目を取られちゃった形をね、こう打った手が中に入ってしまうとかなり白ですか。これは持ち込みですね、いわゆるね、はい、大変ですね。大変です、これは大変です。10秒これはちょっと挽回不可能。まあまあそこですね、そこはもう早くから12の14、行きたいところですけども、これは黒保存しましたよね。そうですか。10秒、保存したんですけどもね。さあしかし白はもうだいぶ20秒なんていうか得意した、そういうことで白12の17。10秒これからね、ちょっと緩み加減になるとまた危ないんですけどね。20秒優勢を意識すると黒12の17、危ないとよく言われますね。そうそうそう、ここで2の線にね跳ね返すのが、まあ、あ、ここで下ですか。そうですね、それが普通下跳ね、一番普通の手なんですけどね。こちらですね、はいはい、これは黒もなかなか、まあ、切ってくれば、まあ、跳ねましたね。白11の18。ここの切ってこっちにこの取りが、ね、こ, これだとこちらがそう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 、ということで来てしまいます、ね。手が取られちゃうんでね、これはまずいんですよね。はい、
ですね。どうやるか。しょうがないですか、しかし。黒12の18切り。ああ、これしかしね、大事件になる可能性もあるんですね。こういう事件と言いますと、こうなってね、やった時にもう抜くんですね、もう焼けで。抜きで普通はこう当てられてね、あのね、ここでもうこうに行くとかね、こうだって上げますよね。25秒。これはまたすごい誤算のね。ですから白もね。黒10の18、はい。ここまでこうなりましたよね。こうなりましたね。ここで切った時抜きになってきて、うん。10秒。だから白も。20秒。どかったかどうか微妙ですね。白、はい、抜きました。11の16、うん、これはもう黒怒ってますね。11の19、はい、間違えたところだし。さあここで4線に当ててく元気がないでしょうね。10秒。あ、3線にね、もう1本当てくのは、うん、ついてくれないでしょうからね。20秒。いや、どうでしょう、そこを行くのが超人ですか、うん、かもしれないけど、ちょっと勇気がいりますよ。あ、やっぱ勇気あるね。白10の17、うん、緩まないですね。そうそうそう、これは勇気のある一着でね、うん、いや、今の手は一番10秒なんていうかいい手なんでしょうけど、打ってるとちょっと怖いこともあるんですけどね。マジ気合いですね、これね。黒も継ぐわけにはいかないですね、ここまで来られては。2、3、あ、そうですね、うん、今黒8の6。いやいやいや、この辺微妙ですね、今打ったってね。10秒。まあこれ今のところ切るでしょうね、2目ね。はい、はい、白9の6。これはコウ立てのその準備ですか。そうですね、コウ立ての準備なんですが、10秒。これはこうに行きますかね。まあ黒がつなぐってことはないですよ、うん、それはもう一本ですね。黒7の5。いや、面白くなってきましたね、やっぱり緩まないですね、はい、白もね、うん、10秒。この NHK 杯というのはまあね、囲碁ファンの方はたくさん見てるんですけども、まあ、あれですね、日本だけじゃなくてもう全世界の人がね注目してますからね、この注目度ではナンバーワンな気がするね。やっぱりそうですね、やっぱり一番これです、あれですね、こう優勝したい棋戦の一つですよね、これはね、なんかここで勝つともう5勝ぐらいした気分になると、これは本当にね、見えましたが、うわ、これはね、さらに激しい、はあ、ここで押し、こうですか、これは最強の踏ん張りですね、こうの仕方ですね。あ、勝った時に一番得する打ち方なんですね。これしかし20秒。どうなんですかね、ちょっとこれも激しい、白11の18、コウ取り、激しすぎる、普通は振らないんですけど、まあそこが自慢の黒2の9、切り、いいコウ立てなんですよね。はい、黒としてももう普通ではダメだという判断があるんでしょうか。そうですね、これはね、20秒、やっぱりただでは終わらないですね。28秒。白2の10、黒11の17、コウ取り。いやー、すごいことになりましたね、これはコウ立て。10秒。白からのコウ立ては、コウ立て右辺にね、右辺ですか、ここにね、こちら、ここは絶対なんですけど、今使っちゃうかどうかですよね。20秒。黒からまだここに絶対こうがあるんで、これ1個2個ですか。そうですね、
28PM 1個だけは今日2個目多分聞かないですけどね。白4の1聞かないですか。うん、あだからこっちですね。だ絶対こうよりも、あの小さい方からちょっと変ですけどね、あの順番としてあの絶対に聞こうっていうのは最後に取っておきたいんですよね。あそうなんですか。微妙なところから言っていくんですか。そう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 、そういう2、3、4、5、6、はい、3の1。いや同じ、やっぱり迫力ありますね。はい、うん、ちょっと黒があの上辺で間違えた時には、はい、あのこのまま勝負どころなくね、負けちゃうのかと思ったそのまま寄せ勝負でということも考えられましたが、ここでやっぱり勝負に持ち込みましたね。25秒、はい、今江戸君は非常に白11の18コウ取り、黒2の7かなり声を出されてますね。うん、まあ、どこまでが本当か分かんない。10秒。そうですか、まあ、これは一目取りますよ。この一目は取りますね、白は。はい、はい、20秒。うん、25秒。向きます。白1の9、一目取り。これはどちらがコウ立てが多いのでしょうか。コウ取り。ここでGBR、 今ねいろいろ形勢判断しながら言ってですね、2人がね、20秒。さあここで右辺放り込みを打ちますか。そうですね、はい、白19の13。絶対に行かなくちゃいけない、はい、これで白からコウ立てが、うん、もうあとはないんですよね。10秒。なさそうですね、黒からのコウ立てはいかがでしょうか。20秒1。そうですね、右上の隅に対す白に対するねコウ立てはあるんですが、これは一目取るんですね。つなぎではないでしょうか。そうですね、両方あるんですけど、まあ、ありましたね、はい、白11の18コウ取り。まあ、今下辺にこうやってるんですけども、このこうこのね黒がこう目を添えましたけど、ここに打ってる方がね、抜いた時にポンと抜けますから、この方が回収した時もいいはずなんですけどね。これですと回収する時にこうつなぎになりますからね。20秒1。ここポンと抜けてる方がいいですよね、やっぱし。うん、そうですか。このなんか白の全体の目を手にしたのかなと思ったんですけど、白にねここに解消された時もこの石がこっちにいる方全然はるかにいいですからね、ちょっと負担が重いんですね、負けた時。10秒。そして今黒からのコウ立てで切りですね。こちら引きでしょうか。やっぱりそこを聞かないと、こちらからまた行ってしまうというのは、いやいや、そういうこともあるんですけど、いやこれちょっと怖すぎるかな。怖いですか。超名人5回目の考慮時間に入りました。残り5分です。あさあ今考えてますね。今いろんなこの地合いの計算とか、こう解消した時の地合いの計算とか今いろいろ判断してるんですよね。でもこういう判断がものすごく早くて的確なんですよ。そうですか、うん、あの長明人は打ちても普段の碁も早いですよね。はいはいね。だからなんて言うんでしょうか、あの40秒全部の頭っていうとこしいですけども、はい、右脳も左脳もものすごい優れてるんですよね。50秒、まあ相当55秒自体が58秒良さそう。照明陣引き継ぎ5回目の考慮時間に入りました。残り4分です。今なんか一瞬打とうかどうかと。昨年の初めに小林泉女流名人と結婚されて、そうです、ね、ますます照明陣は充実ですね。ものすごい集中力が、まあ四段もねすごい集中力あって、うん、はい、四段名人も奥様が原幸子四段と、そうですね、
あの両対局者、うん、棋士の奥様です、ね、そう、そうですね。与田君はあの今あの日本棋一丸のね、日本棋院のそばに今住んでて、よく日本棋院にあの自転車でね、あの、通勤、通勤じゃないけど自転車でよく現れるんですよね。ご自分や、もう健康的で55秒いいですよね。まあ受け2の受けたいね、受けましたね。はい、白2の18黒11の17コウ取り、コウ取りですね。コウ勝負はここで白からのコウ立てはコウ立てがねないんですよ、どうしましょうか。まあただね、まあこれ白がコウは負け、黒に譲ることになるでしょうね。20秒、はい、さあどう譲るかですね。25秒、28秒、白2の2のツケです ね、 これも効きますか。これは効くでしょうね。10秒、あれ取られると黒のね左上隅の目も関係してきますからね。まあできてないんで、これはまあつながるでしょう。あれ、あ、ここで黒そうです、11の18、次どうでしたかね。それは大きいですよ。左上隅ですか、ほとんど先手、まあ右下隅のね、白2の3、これはね、右下の白石大一段のね、これですね、あのここにあの半眼一眼残ってるんですよね。先ほどの手で、半眼確保されてますね。す、黒2の1あ、曲げる、これをここに半眼あるのは強みですよね、白はね、なかなか死なない。10秒攻め切るのが大変だと思うんですけど、これ今抜けになる、それがねめちゃくちゃ大きいんですよね。白、1の4、3目取り、今こう打ちましたけどね、白に固めてるともうこれほとんど死に状態ですから、はい、こう前しっこう打ったんですけど、10秒まあここで白なんか行くんでしょうかね。どうするでしょうね。ここもまあ伸びたいとこではありますけどね。肩グッズなら、あ、まあ、これ次。白17の19、黒17の17、次。この今のコウの勝負は白が得したのですか？白と損してないと思いますね。黒をあの繋いで取り込みましたが。白損してないんじゃないですか。あ、これ大きいですよね、これはほとんど先手で、はいはいはい、この辺り出入り15目くらい、そうそうそう、先手でね、白、13の18、でこの形がね、先ほど言ったようにここポンとね抜けてる状態だと気持ちいいんですけど、この形は別に部分的に見てもね、そんなに白がひどいっていう形じゃないんで、この先手15目を1、2、3、4の方がね、隅が真ん中跳ねますね、こりゃ。そうそうそう、黒9の8、そこもね伸びておきたいところではあったんですけども、10秒、これはいずれにしても白がおそらく20秒優勢なんでしょうね。25秒、そうですか、どうでしょう。28秒、白6の12、見た感じはねちょっと地合いの感じが、10秒、やはり上辺で黒に取られてしまったのが痛いですか。そこは明らかに間違えちゃったんですよね。20秒、1、2、黒7の12、つけ。じゃあどれだけ真ん中
黒がね囲えるか10秒ですよね、はい、20秒でも本当に碁っていうのは面白いゲームですよね。25秒、これは28秒、白7の11、10秒。さあ、エイヤと切るか。切りですか。もう切りたいようにし、心境ですよね。切るでしょ、もうこれね。さすがにどうなっても。さあ、ダメかなって無理かさすがに。5、6、7、切りたいね。8。ああ、危ないな。ああ、これは。黒8の11。妥協した手ですけども。これは妥協の手ですね。はい、10秒。ただ油断してるとね、右下の白石が20秒、右下、まだ完璧に来てるわけでもないんですけども、25秒、まあ、これが死ぬっていう、28秒、世の中にはなかなかなんないんでしょうけど。7回目の考慮時間に入りました。残り 3分です。この白がね全部死ぬっていうことは、はい、こちらが今半眼で、そうそうそう、この半眼ですか。こことね、ここがもうちょっとだからあるんですけど、ね、あと一眼ですよね。だからこの辺に黒石が来ないとなかなか、でも完全ではないですからね。ここの出て切る味、ここ黒ね出て切る味もあって、いろいろこの辺がもやもやと聞いてる感じがあるので、こちらの右上の白はもう完全ですか。これは完璧ですね。これは完璧なんですね。そうですか。うん、そこは白の自慢ですよね。はい、40秒。さあどうするんでしょう。こっちから当ててくのか、50秒。あんまり白も油断してるとね、いろいろあちこち弱みがあるんで。55秒。はい、うん、そうですね、うん、白7の13、黒8の12、次。10秒。このあれですね、あの計算とかそういうのも早いんですよね、長文ね。25秒。白6の13。黒14の13。ちょっと今ヨダクが投げやりな感じの手つきでいきましたけども、はい、10秒。これは急所の一着ですよね。これ白も油断はできないですよ。うん、ちょっと今嫌な顔しましたね、あの20秒チョークもね、これね意外にね、今のところまだ一眼しかない、うん、ね、あ、これは14の16、うん、非常になんていうか間違いのない手ですね。10秒、はい、黒14の14、うん、さあここで2の1に曲がれば生きですね、右下ね、10秒。これは生きてしまいますか。生き今でも今すぐは小さいですよね、真ん中はね、まだっていうかでも、はい、必死になって取りに来られる心配もあるんで、真ん中一見に飛び出していきたいんですが、25秒。あーレース、うん、これやっぱり、うん、19の18、はい、黒1の16、一目取り。そして一目取りですか、うん、これは白もこれこすんで、あのここにね、はい、こ手抜くとここにこすないと死にますから、これはそうですね、死ぬんですね、ですか、はい、最初に止められるとね、はい、五目の中でですね、そう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 、五目の中で20秒、はい、跳ねて、そうそうそう、スペースがね、ないですね、死ぬですね。25秒、こすんで生きることですね。28秒。辛い、はい、もうユース、あの白右両方生きてしまえば、そうですね、もうはっきりしてるという感じでしょうか。出たんじゃんような気配ですけどね。10秒。ここで黒番ですね。黒1の18、種。
とイメージ的にはここを押さえると黒字もかなり、ね、そうそうね、そうですね、このままできるの結構できるかな、しかし20秒、うん、結構なもんですけども、どうなんですかね、この程度だと。あ、はいですか、白8の18、はあ、なるほどね、10秒、まあ、こういうところが強いですかね。まあ僕なんかどうですね、こうついついこう下がっちゃいそうですけど、こうやって、まあ、ぶつかりと変わればそれですからね、正しいものですかね。黒10の16、これは今どうして抑えなかったんでしょう、ですから、まあ、こういけばね、こういう風になるんですけども、後々このつなぎの味が残るっていうかね、この方が熱いと見えたんでしょうね。でこれかも手抜くとこう切り取られて死ぬんですよね。はい、ですから白も20秒、これは聞けば生きですか、こちらこれで、ね、こうなればこうぶつかるのかな、28秒、あ、下がりですか、白2の19、うん、黒これ6の11、うん、切り G 一応白得ですよね、これここに抑えられる、あ、この辺りも抜かれないですね、うん、そうですね、20秒、あ、手真ん中切りましたね、うん、はい、この切りは熱いってですよね、25秒、白5の11黒7の10一目取り、うん、でも10秒、黒も相当寄りついてる感じはありますけども、20秒追いつくかどうかですね、はい、25秒、28秒、白11の8、白は一歩ずつ出していくんですね、うん、そうですね、10秒、黒5の10、10秒、あ、これどう打つのかな、2の線にこすむのかな、2の線ですか、2の線にね、左辺ね、2の線にちょこっとここにこすむでしょうかね、あ、そうするとなんだか出切りも気になりますね、そうそうそう、あ、こすむ、そうですね、うん、それが急所でしょうね、2の13、うん、それがね、10秒ピンチなんですよ、黒のね、その目を取ってますからね、はい、白は守りと攻めを、そうですね、両方兼ねてますね、はい、20秒1、これは黒も注意しないといけないとこですよね、4、5、6、7、真ん中曲げてるのか、7、あ、黒18の7、うん、これ今左下の出切りは大丈夫ですか、いやいや、それがちょっと気になるところです、そうそう、出て切る手はね、10秒、気になりますよ、ちょっと、うん、その狙いがあるんですけども、まあ、なんとかなると見てるんでしょうね、この中ではまだ違うんですが、ビューッとこうやって出てきて、25秒、大したことないと見てるのかもしれないですね、28秒、はい、全部が死ぬわけじゃないんで、白17の7、10秒、いや、面白いですね、しかしね、これ、はい、これ這い込むんでしょうね、20秒、そう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 、黒18の6、こちらが良い手ですか、うん、そうですね、これも白はつなぐわけにはいかない、つなぐとまた伸びてこられて、ね、全部死んじゃうんで、抑えなくちゃいけないんですが、白18の5、黒17の8、切り、まあこれでまたね、はい、あの右上隅ここに2の2につける
手が残ってて、はい、こういってこう入ってくるとちょっとうるさい。20秒。ちょっと話は遠いんですけどもね、ちょっとこの寄せっていうか25秒死ぬわけじゃないんですけど、万年28秒、そうこういくと万年光だし、白8の13、そして今切りまして、こ、ね、こちら、うん、そうなんです。これがねここの出切りを狙いながらですよね。だからちょっとここが止まりにくい、はい、部分的に見るとこういう形でしょうかね。20秒1、あ黒16の5、うん、これつい白17の5、黒9の13、はい、なんだか心配ですね。心配というかそうですね、これこう一点に取るんですけどね、嫌な形なんですよ、取られた時ね、はい、20秒、こう一点取りますよ、急所25秒、一見あ、それ打ちましたか、白5の14、ちょっと意外ですね、意外な、これを動かさずに一見飛び、そう一見に飛び、まあ、ここに一見に飛ぶのが急所でね、この出切りとこちら、そうそうこちらの手と見てっていうのがね、はい、あとこういう手を見てっていうのが普通の手なんですけども、3、4、なんか優勢を意識してるのかな、黒2の14、グスミムですね、ああ、うん、ちょっと意外でしたねこの手はね、うん、先に利かした手ですが、はい、白9の14、なんとなく形勢がいいぞと言ってるんですかね、はい、黒形勢の方はやはり白がいいですよね、いいと思うんですけどね、何も計算してませんけども、はい、まあこの一連の流れからして10秒、白がちょっとうまく立ち回ってる気配がするんで白がいいのかなと20秒思いますけど、はい、25秒、さあ真ん中、うん、ぶつかり、うん、そうですね、それが白10の8、どちらもそんなに大きな字が見当たりませんね、そうですね、やはりこの場合は込みが大きいですか、うん、大きいと思います、黒9の9、まあ今ちょっとぼやいてますけども、10秒、こっからの寄せは20秒、うまいんですよね、ジョー君ね、うまいって言うんですけど、強い、間違えないんですよね、白5の8、張名人はあの寄せの計算が好きと話されてましたね、そう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 、黒5の7、もう知識としていろんな形をやはりもう捨てられるのでしょうか、うん、そうです、あとその形に対するなんていうか明るさとかね、あるんですよね、これぶつかる形ですか、一応ぶつかりですか、はい、今つけ越したと、そう、そこにね、これでね白5の9、黒は、ね、この手もそうですね、いい手なんです、うまい手なんですね、こう出ることができないですね、こう切られて10秒、つないでこう切られちゃいますからね、うん、これ黒つぶれなんで10枚ですよね、黒5の12、あ、切りですか、10秒、これは逃げるか、逃げるんですね、20秒、いや、うん、逃げ、うん、いや微妙ですね、25秒、逃げましたね、白4の11、これなかなかうるさい、4の13、いい手ですね、このこれ結構うるさい手ですよね、10秒、あ、はい、なかなか白からも、はい、切れないんですか、そうですね、
けないっていうか、ここでちょっと打ってね、左辺の1目捉えるんですね。25秒、うん、白4の14。黒3の13、で、まあ、白が切り込んでということですけどね。はい、これは黒がちょっと得しましたか。そうですね、いい寄せなんですね、これは、なんか見応えがある寄せの手筋ですね、両対局者。20秒、白3の14黒2の12切り。10秒、本当にごは面白いですね、これ。20秒、はい、25秒、28秒、白4の7、黒6の9こちら左辺を取ったのも大きそうですね。そうですね、まあ、でも黒は仕方ないですね、はい、左辺一目と切って取ったところの形が大きいですよ、黒もね。これは損得勘定としてはいかがですか。いい勝負かな、いい勝負ぐらいでしょうか、うん、こうなるところですね。要するに白4の10、黒6の8取るんですね。白6の10コウ取り、はい、取らない、結局取らない、まあ結局そこは取って黒のがね、黒のが権利強いんで。10秒、結局つなぎになるとこなんですが、黒12の7、白11の7、黒5の10コウ取り。最初からいとこ継ぐ人もいるんですよね、あの今取り、しっかり白取らないでね、はい、あの10秒。まあ正確かもしれないね。もうなぜ正確に数えてるんですか。20秒1。僕なんかさていい加減っていうかね、そんな計算になっちゃうんだけど。もうはっきり目数。ものすごいはっきり。白13の10。大体この南北というとこまで出ているのでしょうか。そうそうそう、ええ、黒12の11。白14の12、黒13の12。確かにあの張名人が終盤で逆転されるというとあまり聞いたことないですね、そうね、逆転することはよくしょっちゅうね、あるんですけどね。10秒、寄せで逆転されたというのも本当に聞いたことない気がします。そうないことはないんですけどね。白、ないことはないんだけども、黒11の14。かなりでも黒も真ん中に、そうですね、ピンチですね。まあ全然勝ててないですけども、多分白が勝ってるはずですね。10秒そうですか、見た目が。まあ20秒5はね、白9の18。よく5の起源、どこで5が生まれたのかとかいう話も ね、たまにありますけど、まあ、中国だっていう説とかね、インドだっていう説だとか、いろいろ。黒9の17。青葉さんどこだと思う？あの私はなんとなく中国という気はするんですが、前にあの東南アジアの方から来たという話も、あの聞いたことがあるので、そうですね、よくね、あの20秒、紀元前何年前かとかね、25秒よく、28秒、昔はこの武士の先生術の道具だったんですよねという説もあるし、でその碁っていうのはそのね、石ころ遊びで偶然こういう遊びになったという説もあるし、なんかいろんな説あるんだけども、僕はあの
自分の説あるんですけどね。あ、そう、僕はね、ここはね、最初からね、こういう素晴らしい、なんていうのかな、あのルールっていうか、そういうゲームであったろうっていうふうに思ってるんですけどね。あ、そうですか。うん、で、じゃあ誰が作ったかってことになるでしょ。そうですね、そうです、うん、ジロー、17の、まあ、神様のような人が作ったんではないかっていうのを僕のジロー。ああ、一番初めにもう完成された形で、どこか、うん、畠宮君はどこで始まったと思われてるんですか。だから僕はその何千年っていうよりももっとあのスケールが違うっていうか、何万年前かにもう神様のような人が作ったんであろうっていうふうに僕は思ってますけどね。あ、そうですか、うん、そうしないと逆算すると、そうしないと計算じゃ合わないんですよ、計算上。うん、その5っていうそのゲーム性っていうか神秘的っていうか、それがあのそんなたかが何千年前かにできたっていうことをと想定すると、ちょっと25秒計算じゃ合わなくなっちゃうんですよね。あ、25秒、この何千年ぐらいの14歳の間に、そう、そういう次元の話ではないっていうことは分かるんですよ。それは5長年やってきたせいで、うん、分かるんですね。黒16の10、あの竹宮九段でもこの5に対してまだ全く分からない部分というのは多いのですか。うん、もちろん分からないことだらけですよね、うん、分からないことだらけ、そう、分からないことが分かるんですね、うん、どのぐらい分かってられると。どうなんでしょうね、それはいろいろあのなんていうか、はい、計算の方法があるかもしれないけど、どうなんですかね、まあ秀子先生なんかは100のうち5とか6とか、まあ、そのぐらいとか言ってたかな、なんか4か、なんかね、うん、5前後だったと思うんですか。そう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 、まあそれはいろんな、うん、秒感じ方の問題ですからね。でもいずれにしても本当に黒16の14、そうだとやるではそうかなっていう気もしますよね、うん、あ、切りましたね、今切りで、これは次あの追い落とし、そうそうそう、バタバタないですから ね、20秒25秒どうでしょう、ざっと14の10なんとなく、黒は46、黒12の9くらいでしょうかね、46ぐらい知ってみましょうか、白は12の8、10秒。ああ、白は盤面でもちょっといいんですか。白に。あ、そんなに。20秒。1、2、3。黒13の8。白50ちょっと見えますけどね。そうだった。白14の8。黒13の7。超名人の打ち回しが冴えていくと言えるのでしょうか。50、あ、そうかな、50場面勝負ぐらいの感じかな、なんとなく白15の6、うん、そうですね、もうちょっとあるね、もう少しで、うん、ほとんどでも5ももう少し終局でしょうか。そうですね、はい、10秒232手をもちまして白番張栩名人本因坊王座の中押し勝ちとなりました。表彰式です。第52回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメント優勝は張栩名人本因坊王座です。
ではその栄誉をたたえて賞状とカップを NHK 番組制作局長中村明恵より渡します。賞状優勝長宇殿、あなたは第52回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントにおいて当初の成績を収められました。ここにその栄誉をたたえ第52期 NHK 杯選手権者の称号を送ります。平成17年3月20日日本放送協会会長橋本源一。おめでとうございます。続いて NHK 杯の授与です。おめでとうございます。準優勝は与田紀元五世です。賞状準優勝与田紀元殿、あなたは第52回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメントにおいて当初の成績を収められました。ここに表彰します。平成17年3月20日日本放送協会会長橋本源一。どうもありがとうございました。どうもお二人おめでとうございました。それではお話を伺います。まず NHK 杯に輝いた張宇名人本因坊王座です。25歳にして早くも2度目の優勝です。まず今のお気持ちから。そうですね、対局終わってちょっとほっとしてまして、今日はなんかうまく打てたような気がします。本当に運よく、はい、去年からビッグタイトルが続いているわけですけれども、はい、今のこの強さご自分ではどんな風に感じてらっしゃいますか。実力よりも成績の方が上に行ってて、毎日不安を感じているところですけど、もっと力をつけてもっと強くなりたいですね、はいはい、準優勝の与田紀元五世です。与田さん、これまで5回決勝に出て5回とも優勝、今回初めての準優勝ということになってしまった、この結果どういうふうに受け止めてらっしゃいますか。今回は今期の NHK 杯は、自分のなんていうかこう可能性を探るっていうか、そういうような気持ちだったんで、決勝まで来ると思わなかったんで、いや十分だと思ってます。どうもありがとうございました。お伝えしましたように第52回NHK 杯テレビ囲碁トーナメントは張宇名人本因坊王座が優勝いたしました。第53回、次回の NHK 杯ですが4月3日1回戦第1局の放送から始まります。どうぞご期待ください。それでは第52回 NHK 杯テレビ囲碁トーナメント、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。